放送作家純です。放送作家純映画でソル、午後9時を回りました。本日は、第44回日本アカデミー賞の実況解説をライブでお届けします。さて、どの作品が最優秀作品賞になるでしょうか。ぜひテレビを見ながらですね、この実況を聞いていただければと思うんですが、なるべくテレビの音声を邪魔しないように、話したいと思っておりますが、最優秀助演男優賞は宇野昌平、成田凌、星野源、渡辺謙というメンバーですね。主演男優賞、素晴らしいメンバーが揃ってますね。誰が取ってもおかしくないと思いますが、私は予想としては、佐藤浩市ですかね。最優秀主演女優賞、これはもう僕が 99% の確率で、長澤まさみさんを推しております。シムギョンはですね、その新聞記者で去年最優秀新人女優賞を取ったんですけども、これなぜ韓国の女優が主役をやったかというのがちょっと意味がありまして、時間があったらちょっとお話したいと思います。最優秀助演男優賞、
宇野昌平さん非常にバイプレイヤーとしていいですよね。妻夫木聡、成田凌、星野源、渡辺謙、いやー素晴らしいですね。いや今年はですね、福島フィフティの、年だと思っておりますんで、渡辺謙が飛んじゃないかなと思っております。宇野昌平さんの今演技が映されていますけども、とにかく130本ですか、今までの映画線が。すごい数ですよね。浅田家の妻夫木聡さん。妻夫木さんはもう日本映画界に欠かせない存在ですよね。もう僕多分30本以上は映画見てると思います。怒りとか愚行録もいい作品です。成田凌君です。もともとはメンズノンノの専属モデルだったんですよね。それがもう見事な今俳優として、もう本当に最近成田凌作品を多く見てますね。一部最新作はスマホを落としただけなの2020、もしくは3月決めました30年かという感じですけども、新海監督の君の名は声優にも、チャレンジしてるんですよね、彼は。星野源です。彼はマルチな才能で活躍してますけども、もともとは舞台の、大人計画に参加してですね、その出演から俳優として活動し始めたということなんですね。くも膜下出血で活動休止した時期もありましたけども、箱入り息子の恋とか地獄でなぜ悪いとかですね、その辺が僕は好きなんですけども、
一方はアニメの未来の未来でも、主要なキャラクターを演じてました。まあ映画の主題歌もね、ドラえもんの主題歌なんかも作ってますね。渡辺謙、東日本大震災から10年ということで、まさに今年、2020年代表の映画ですね。これは一つこの福島フィフティを応援している理由としてですね、私の中学高校の同級生で、しかも部活がバレー部も一緒だったという前川洋一が脚本を書いてるんで、ぜひとも作品賞、それから最優秀脚本賞を、取ってもらいたいなと思っております。インタビューですね。
新作のアクエリウムスコの恋、これが僕印象的でした。素敵なナチュラルな演技の人でしたね。する俳優、いや世界の渡辺謙ですね。本当に俳優でも活躍です。主演作、初主演作のウォーターボーイズ、これで、一気に脚光を浴びたわけですが、CM が明けましたね。はい、
の仕事さんは成田陽子の主張のようですが、皆さんにとっては初めてなんですけど、意外ですね。今年は福島フィフティの年になるんじゃないかなと思います。まあ予想が一つ当たりました。新人賞の発表ですね。続いて松坂桃李君がプレゼンターとなっております。岡田健さん、出演されてますよね。やはりもう弥生さんが月見上げた30年、これいい映画なんで特に印象に残ってます。新解釈三国志にも出演しておりますね。今乗りに乗ってる新人俳優ではないでしょうか。刹那だと迎え合うような役者になりたいとすごい考えて作ったコメントだと思います。今次に岡田大賢君が紹介されてますが、やはりこのマザーのですね、このまあ
非常に悲しい少年役を演じておりました。まあこれから活躍が期待される若手、俳優ですよね、奥平大健君。それで今、もう一人ですね、永瀬廉君、紹介されています。まあ、当然のことながら、もうキンプリの、彼ですけども、イヤムシペダル、やはりこれ実写版としてかなりね自分が、まあ、自転車好きな人は見に行ったと思います。多くの人が見たと思います。かっこいいですよね、彼ね。まあ、キンプリ当然ジャニーズですから、かっこいいメンバー、多いんですけど、まあ、当然、井上翔君なんかも代表されるイケメンですが、はい、CM 入りましたので、もう一度、新人俳優賞、おさらいしますけども、岡田健志、佐々木家のぞみドクターデスの遺産、弥生さんが月明をした30年、奥田伊賀大賢、佐々木家マザー、から永瀬廉、弥生シレーダルと、この3人ですね。もちろんいずれも20代ですよね。まあ、この中で一番知名度があるのは永瀬廉君ですけども、プロフィールというと2011年にジャニーズ事務所に入ったということで、10年前ですけど、ちょっと 何歳かちょっとわからないんですけども、俳優デビューは13年の信長のシェフということですね。で、19年のうちの執事が言うことは、うちの執事が言うことにはで初主演を務めています。まあ、キンプリの平野紫耀、永瀬廉というのは二大看板ですね。CM 明けて、渡辺謙さんのもう一度インタビューに入りますけども、渡辺謙さん、この賞をもらえたのは、福島の人々のおかげだということを話します。はい。今度は、新人女優賞ですね。服部美咲さん。
牧田亜珠さん、森七菜さん、森七菜さんというかもうやっぱ森七菜ちゃんってどうしても言ってしまうんで、服部美咲さんの、インタビューですね。ミッドナイトスワンで受賞しております。牧田亜珠、これ朝が来るで受賞しております。まあ、彼女はね、是枝監督の作品に多く出演しているの常連ですね。ドラマのゴーイングマイホーム、映画「海よりもまだ深く」「三度目の殺人」「万引き家族」と、もう代表作、これだけの代表作に欠かせない女優となってますね。インタビューが続いてますけども、彼女、牧田亜珠ちゃんは、しのちゃんは自分の名が言えないで、初主演ということで、この映画すごく印象的でした。今、森七菜ちゃんの、映像が流れてますけども、彼女はラストレターで、受賞しております。この映画も素敵な映画だったな。なんていうかな、キュンと締め付けられるそのラブストーリーですね。森七菜ちゃんいつカメラを切ったんだろう。ショートカットになっております。まあ、事務所問題とかいろいろありましたが、今も解決したようですね。やっぱり彼女が注目されたのは、天気のこのヒロインの声をやったことが、やっぱり注目されたきっかけじゃないでしょうか。3年 A 組のドラマも非常に印象的でしたよね。最優秀助演女優賞です。ちょっと BGM を変えたいと思います。女優賞候補は江口紀子、黒木華、伊藤久美子、桃井かおり、安田成美と、作品をちょっと言った方がいいですよね。今 CM に入りましたんで、ちょっとかなり話せると思いますけども、まず江口紀子、事故物件
怖い間取り。ですね、彼女のプロフィールとしては、中学卒業後も高校に行かずにですね、女優業に興味を持って東京乾電池、劇団東京乾電池のオーディションを受けるために上京したと。東京乾電池っていうのは、大キャストの主催する劇団、まあこれ、はっきり言って、まあコメディシリアスなものもやってるかもしれないけど、私が見た芝居に関しては全て笑いが中心の芝居でしたけど、そこにまず所属した後に、2002年に三池崇史監督の金融破壊日本で映画デビューをしました。まあ彼女はね、ヒロインというよりもあるバイプレイヤーとしてもうちょっと異質な存在感、いつも不思議な女性を演じてますよね。なんていうんですかね、こうなんか話していても自分は違う世界に飛んでいるっていうよね、なんか感じですよね。CM 向けもして今江口のり子さんの作品を紹介したんです。事故物件について紹介してます。黒木花浅田家で、今ちょうど紹介してますね。彼女は何といっても僕は NHK の連続テレビ小説「花子とアン」の印象がものすごく強いんですけども、非常に素敵な女優に成長しましたね。特に大好きなのは船を仰ぐ、その作品がすごい好きでした。小さいお家もだったな、山田洋次監督も素敵でしたね。これは当選ですね。女演女優賞はすごくこう誰が取ってもおかしくないと思います。23年目の女優業、後藤久美子さん。実は後藤久美子さんと私の息子が一緒に撮った写真を持ってます。で一番美しい女性だったとして25年ぐらい前でしょうか、はい。まあ、その後は F1 レーサーの、ジャン・アレジと結婚してですね、イタリアに住んでいる。あ、そうですね、今スイスということですけども、まあ日本人男性かなりショックを受けたと思いますが、今桃井かおりさんの一度も打ってませんのを紹介してますけども、彼女はですね、ある幸せの黄色いハンカチが大出世作になった
あとまあもう表示はつかないから79年の作品。第1回アカデミー賞で最優秀主演女優賞を受賞してるんですね。それは知らなかったですね。紫綬褒章を役者として最年少で受賞してるそうです。大森かおりさん。はい、安田成美さんです。福島フィフティ。彼女も久しぶりの出演ですよね。彼女はどうしてもその歌手っていうイメージも強いんで、風の谷のしか宮崎駿監督のテーマソング、これを歌って歌手デビューから、まあ、女優になっていったということなんですが、東野由香君と結婚してしばらくこう、女優業をやめるとか中断してたわけですけども、現在、男の子2人、女の子1人のお母さんなんですが、スクリーンデビューは1984年の青春共和国ということですね。かなり前ですよね。でそれからまあ結構トレンディードラマに出てましたよね。マリリンに会いたいとか、赤色私を撮ってます。でそれでまあ大河の一滴が2001年、放映されたんですけども、ここで日本アカデミー賞、優秀主演女優賞を受賞してるんですね。まあ、最優秀ではないですけども、まあ、今回最優秀を取ってもおかしくないとは思います。あとまあ、ディズニーアニメですが、アールと少年の日本語吹き替え版の声優も彼女を行っていますね。まだ今 CM 中ですので、先ほど渡辺謙さんが受賞しまして、安田成美さんが最優秀助演女優賞を取るとですね、これは私の友人前川陽一の最優秀脚本賞も取って作品賞も取るんじゃないかっていう感じがするんですよね。これ勢いが今福島フィフティにあると思います。根岸さんのインタビューですね。皆さんぜひ日本テレビで放送している日本アカデミー賞を見ながら、この YouTube ライブ見ていただければと思うんですけども、がなんだで共演したんですね。なんだで確かに不思議な女性でしたね。不思議ですよ、これヒントに。
だと息がぴったりだったということで、二度目の恋人役なんですか、二度と。これはどの作品だったのか。出演を決めたのはニノの、熱のある言葉だったということですけども、はい、まあ、わざわざやってきたんですね。ごくみという愛称で、私も今呼んでますけども、珍しいな、久しぶりに映像を見るんじゃないでしょうか。娘さんのエリナさんが写真出てますけども、もう20歳超えてるんでしょうね。21歳の時に結婚、あ、実はまあ籍は入れてないんですけども、21歳の時に結婚してますから、もう今20歳、娘さん超えてるんでしょうね。はい、桃井かおりさん中継で、ジョスとの中継を見せていますけども、文学座、高校卒業後に文学座の研究所に行き、基本あれですね、舞台を中心にやってたと思うんですけども、1971年にあらかじめ失われた恋人たちで映画デビューと、まあ、この作品はまあそんなに注目されてなかったと思うんですけども、先ほども言ったように山田洋次監督の幸せの黄色い話、1972年です、ね、これがものすごいヒットしたのと同時に、彼女の女優としての活躍のスタートという意味です。はい、次に安田真由さんのインタビューになります。なんか素敵なお母さんっていう感じ受けますね、
江口のり子さんが撮ったらですね、ちょっといいかなと、意外な線ではあるかもしれないんですけども、さあ発表ですね。BG 変えます。吉沢亮くんがプレゼンターですね。はい、これは誰が受賞するか全く分かりません。ただ安田成美さんがもし受賞するようなことがあれば、もう本当に福島フィフティの、年ということが言えると思います。さて誰になるでしょうか。今封を切っております。ずっと黒木花だと思ったら黒木春さんなんですね。ごめんなさい、間違ってました。ずっと、いや失礼しました。まあ彼女は、もちろん撮ってもおかしくないんですけども、受賞できた理由はニノのおかげだというようなことを言ってましたけど、浅田家も結構有力、作品賞有力ですね。早いです、もう最優秀主演男優賞に移ります。罪の声小栗旬、ミッドナイトさん草薙剛、福島フィフティ佐藤浩一、糸菅田将暉、浅田家二宮和也、以上5名ですけども、俳優が揃ってるんですけども、これ誰が選ばれてもおかしくないですが、小栗旬君は初めてのノミネートということですよね。これかなり意外ですね。数々の作品、主演してますけども、映画監督もやってるんですよね。シュアリー・サムデイで映画も作ってます。草薙剛くん、剛くんトランスジェンダーの役もかなりこれ意欲作として注目されてます。
まあ、LGBTQ は今 の、 あの日本世界の一つのキーワードですから、そういう意味でも旬な話題だと思います。元スマップのメンバーってみんな演技うまいですよね。もちろんあの木村くん、中井くん、から五郎ちゃん、慎吾くん、もう本当にあのみんなうまいですね。で、佐藤浩市さん今紹介してますけども、お父さんの三國連太郎さんものすごいいい俳優さんだったんですけど、やっぱその意思を継いで役者になったということなんですが、年齢的に言うと62くらいですかね。かつて忠臣蔵外伝四谷怪談1994で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞しているわけですね。いや、彼はね、今菅田将暉の紹介になってますけど、これこの意図を見てもう図らずも泣いてしまいました。本当にあの、いや、そうなるんじゃないかなって予感はしてたんですけども、予感はしてもちょっと涙してしまったですね。いや、小松菜奈ちゃんとのこの組み合わせがやっぱりいいのかな、まあ、これで共演3作目だと思いますけど、まあね、去年ね、熱愛報道もされましたけど、まあそういう関係であってもおかしくないと思いますが、まあそれはそれで、まあ、私生活も順調ならいいんですけども、とにかく作品が素晴らしい。中島みゆきのあの意図がね、また BGM で素晴らしいんですよね。はい、2のですね、あの浅田家、まあ、嵐の中で演技派といえばそのやっぱニノが筆頭に上がるんじゃないですかね。キムタクとの、検察側の殺人、あの、罪人ですか、これでもすごくいい演技をしてました。この浅田家ではですね、写真家カメラマンの役として出演してましたね。2016年母と暮らせばで最優秀主演男優賞、はい、2度目のチャレンジということですね。はい、インタビューですね。小栗旬くんですけども、初めての受賞っていうのはちょっと意外ですね。小栗旬くん、小栗旬くん、
信と星野源の初共演ということが話題になったものですが、はい、三田一半草薙くん、剛くんです。脱毛のエピソードをちょっと話してますね。アカデミー賞初めての受賞なんですね。彼はよみがえり、好きな作品としてよみがえり、僕と妻の1778の物語、この2作が好きで、まあ、その時にもう賞を取ってもおかしくないなと思いましたけど、佐藤浩市インタビューですが、これで佐藤浩市が受賞すれば3度目の受賞、最優秀の受賞ということですね。安田雅樹もそろそろ取ってもおかしくないな。彼は「アコーヤ」で日本アカデミー賞の最優秀助演賞、主演女優賞を受賞してました。すいません、間違えました。これだから4年前か、4年前の作品をすでに撮ってたんですよ。ミノThank you.
こう現場に持ってきたことがないということを話してますけども、ニノの好きな映画はですね、まあ、このクリント・イーストウッドの硫黄島からの手紙、それから山田洋次監督のハートクラスは、ラストレシピ、これは好きですね。はい、全員インタビューが終わりまして、誰になるかということなんですが、私の予想はやはり佐藤浩市ですね。さあ今坂上忍ということですか。はい、シミウニョンがプレゼンターとなっております。発表です。おお、すごい。草薙剛、これツイッター大変でしょうね。すっごいことになってるでしょうね。瞬間的ハッシュタグみたいなのも大変なことになってるでしょうね。これはすごいです。これはちょっと印象的だったのは、ニノがちょっとこう目頭が熱くなってたっていうのがすごい印象的でした。これはですね、非常にこう難しい問題なんですけども、その、ジャニーズから移籍した彼らは地上波のテレビになかなか出れないんですよね。ちょっとこれはあまり詳しくは話せないんですけども、CM はいっぱい出てるんですが、地上波には出れないということで、この映画で受賞したことでまた涙が変わっている。
アニメーション賞と監督賞ですね。はい。劇場版バイオレット・エヴァガーデンから映画煙突町の、グッバイ、グッバイ、はい、から鬼滅ですね。でジョゼとトラと魚たち、スタンド・バイ・ミー・ドラえもん2、もうこれはあの興行収入で言えば、今まで1位だった千と千尋の神隠しをもう超えた記録を作ったんで、もう何を言ってもこの鬼滅が取らなかったらどのアニメが取るんだっていう感じがするんですけども、これは最優秀を決めないのかな、あ、決めるんですよね。発表です。やっぱ鬼滅ですね。はい、これは当たり前だと思います。この作品取らなくてどの作品が取るんだっていうぐらい、まあ、順当当たり前の受賞ということですね。しばらくこの鬼滅の記録を破るっていうのはないでしょうね。まあさらにこの第2代何歳3代ってずっと続くわけで、さらにヒットが続くと思いますね。はい、で次は監督賞ですね。今監督の紹介をしてますが、内田英二監督、このミッドナイトスワンで監督賞にノミネートされてますけども、去年全裸監督を取って話題を集めました。で、川瀬直美、朝が来る。土井信広、罪の声。中野龍太、朝だけ。若松鉄道、福島フィフティですね。さてこの5人の中で、あ、もう発表ですね。ああ、岡松監督が受賞しました。もともと福島フィフティ、去
共同テレビジョンという制作会社がありまして、京テレ、京テレと我々言うんですけども、そこ出身でテレビドラマをいろいろ作ってましたけど、超大作を作らせたら若松節郎監督と、やはり沈まぬ太陽では、最優秀監督賞に受賞しております。さあ最優秀助演賞、最優秀主演女優賞ですね。はい、はい、はい、小松菜奈と長崎宏に朝が来る、長崎宏に朝が来る、長澤まさみ、この一戦で全編、プリンセス編、マザー、倍賞千恵子、男はつらいよ、ガリトラさん、広瀬すず、一度死んでみた、はい、今、小松菜奈さんの映画紹介をは、テレビドラマより本当に映画女優という感じですよね。多分ものすごくこう映画にこだわってるんだと思うんですね。で、彼女が注目されたのは、中島監督の渇きですね。役所広司さん主演の娘役に抜擢されたと。ここから日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞してから、研究恋愛や爆満なんか出てきました。次に長作ひろみ宮坂君、リボンというアイドルグループの出身ですけども、彼女はですね、人のセックスを笑うのは2007年8日目のセミ、2011年、これ特に8日目のセミはもう泣けますね。これをぜひ見ていただきたい作品ですけども、情報に前、最近黒沢清さんとドッペルゲンガーですね、これを見てちょっと面白かったです。はい、大本命長澤まさみです。プリンセス編だったんですが、いやー、いい女優になったな、そして今のマザーですね。いやー、このイメージ、今まで長澤まさみのイメージは全く感じられない悪女、汚れ役ですね。これはすごかった。
カ中で、アカデミー賞の最優秀女優賞、それから話題賞も受賞してるんですね。はい、内緒千恵子、徳松太陽、カリトラさん。まあ、これはね、トラさんシリーズの集大成っていう形ですよね。あ、50作品全部出てるんですか、男はつらいよ。すごいな。で、これね、映画めちゃくちゃ面白かったんですよ。実は私も見た色と鈴、デスメタルのボーカル、バンドのボーカルやってて歌を歌うんですけど、これ結構うまいし、なんかキャラがちょっと今までと違う、なんかこう、問題児の女子大生ですね。なかなかこういい演技をしたんだろうな。イメチェンしたいんかな。あの髪の毛だってすっ茶にしてますし、メッシュの茶色と、それからネイルも派手な目をしてるし、化粧濃いという。さあ、この5人、もう長澤まさみ一応知ってるかも。これは別の YouTube で絶対長澤まさみ撮るっていうふうに言ってしまってるんで、どうしても撮ってほしいっていうことなんですけど、今 CM に入りましたんで、もうちょっと説明しますね。小松菜奈糸なんですけど、まあ、この内容はまあ置いといてですね、これまでの作品を言うとですね、2013年に短編映画ただいまに主演したことから、中島哲也監督ですね、ここから映画に目覚めていったんじゃないですかね。で、その渇きで、日本アカデミー賞新人俳優賞など受賞、新人女優賞ですね、を受賞したと。で、長作ひろみさん、浅田くん、彼女はデビューが、映画デビューがですね、黒沢清監督のドッペルゲンガーですね、役所広司さんが主役で、ドッペルゲンガーがこう、役所広司さん2人が出てるんですね。そこに、長澤さんが絡んでいるんですけども、で、長澤まさみさん、コンフィデンスマネージャー、ビッグリッツ、セン、マザー。まあ、彼女はやっぱり一躍有名人にしたのが、世界を中心で愛を叫ぶ、白血病を犯されたヒロインを熱演して、多くの人の涙を誘って、この年に最優秀女演女優賞、話題賞を受賞したわけですけども、まあこの頃、タッチとかラフとかですね、ナダ早々もそうですね、もうこの辺の感動作から青春もの、なんかを数多く出演して、30本は彼女の作品
てます。CM 終わって、それぞれインタビューですね。小松菜奈からインタビューです。信頼関係をちょっと話してましたけど、長作ひろみさん、本人まだアイドルの時仕事場にやったことありますけど、本当にアイドル、可愛いアイドルだったらな。もう今女優さんですね。黒っていうこのコンデンスマンテレビマザー、すっごい極端に覚えられた幅が広いになりましたね。一般社長さん、もちろん女優として皆さん知ってると思うんですけども、歌手で下町に帰るって人たちって、そこから女優になったらできるかもしれないですけども、歌手の仕事みたいな出身ですね。
瀬すずちゃんです。いや、ショートカットにしてまたイメージちょっと変わってますけども、いやいや、チアダン、これに続く代表作になったと思います。さあ、松坂桃李君がプレゼンターということで、さあ、あ、指名が入りましたんで、もう一回おさらいします。小松菜奈と、まあ、さっき、話したんですけども、意外とこの近距離恋愛っていう2015年の作品、これバクマン2015年、このヒロイン役っていうのも良かったですし、マーティン・スコセッシ監督の人才です。この2016年作品にキリシタンとモニタリオクに大抜擢されたと、これも見逃せないですね。スコセッシ監督の作品に出るってのはすごいことだと思うんですけど、それと、オーレルナイフで菅田将暉君と共演してるんですよね。最近では閉鎖病棟それぞれの朝、19年の作品、これ印象的でした。長崎ひろみさん、さっきも言った通り8日目の蝉、これぜひ見てもらいたいと思います。長澤まさみさんのことは、さっきも言いましたが、セカチュウからタッチラフナナダソウソウ、この辺ですね。あ、それから海町ダイアリー、是枝監督の私が一番好きな作品ですけど、この綾瀬はるか、長澤まさみ、加宝、そう、広瀬すず、この4姉妹の、2番目の、次女役ですけども、これもすごく好きな、時間になりました。あと賠償チェックを表示するということですね。はい、受賞の発表、長澤まさみ 99.9% と言ってまして、文句なし、彼女しかいません。当たりました、良かったです。自然に光り輝くヒロインで、 99.9% の確率で彼女が取るっていう風に言いましたけど、その通りになって、あ、嬉しい、ちょっと涙出そうです。
考えています。涙のスピーチでしたね。いや、ちょっともらい泣きしておりますが、よかった。いや、今年取らなかったらいつ取るんだっていう感じですよね。さて、最優秀作品賞ですね。浅田家、家族写真で注目を集めた写真家、浅田政志の実話をもとに二宮和也と妻夫木聡が共演した作品。男はつらいよおかえり寅さん。男はつらいよシリーズの50周年記念作品、罪の声、小栗旬と星野源の初共演で映画化したものですね。ミッドナイトスワン、まあ剛くん主演男優賞おめでとうございます。一気に作品賞候補に上がったんじゃないですかね。で、福島フィフティ、もう最初から言ってますけども、福島フィフティはこの超える作品は僕はちょっとないと思ったんですよね。長澤まさみさん、受賞後のインタビューということですが、さあ、CM に入ります。先ほど、カエリトラさん50周年記念作品ということですけども、で罪の声は、実際にあった昭和最大の未解決事件をモチーフに、過去の事件に翻弄される2人の男の姿を描いていると。これは塩田武さんのミステリー小説が原作なんですよね。で、小栗旬君、星野源さんの初共演ということなんですけども、ミステリー小説ですから、最終的にどういうふうに解決しているかというのが見どころですよね。
トナイトスワン、トランスジェンダーを通信が演じて、これは内田監督の代表作になるでしょうね。で、福島フィフティは福島第一原発 3.11 の福島第一原発で、活躍した50人を描いてるんですが、今長澤まさみさんの受賞後のインタビューです。緊張というよりグラグラしましたっていうコメントです。最優秀脚本賞は乃木明子さんだったんですね。マイカー取れませんでした、残念。まあでもここまで来ただけでもすごいことなんですけどね。やはり撮影所、美術所などは福島フィフティが撮ってます。優秀録音賞も福島フィフティですね。音楽賞は鬼滅の刃ですね。優秀外国作品賞はパラサイト、半地下の家族、これは問題ないでしょうね。テネットが取ってもおかしくないなと思ったんですけど、話題賞俳優部門は小栗旬君、話題賞作品部門は鬼滅の刃。いや、福島フィフティの話を続けますと、その原発、福島第一原発の、で働く50人のドラマ、ヒューマンドラマですけども、メルトダウンという状況が起きるとですね、首都圏すべて人が住めなくなるっていう、それぐらい最悪の状況がそういうの状況だったんで、もう作品はずっと緊張感の連続でして、手に汗握るっていうのはこのことでした。もう結果は分かっているのに、それでもこう食い入ってみてしまうという、やはりそこにはもちろんね、佐藤浩一、主演の佐藤浩一、渡辺謙という日本映画界を代表する2人から、ちょっと本当に毎回褒めてやりたいんですけども、見事なドラマチックな脚本で、若松節郎監督の、見事な演出、若松節郎監督っ
って、その沈まぬ太陽とか、あと空母息吹なんかのですね、対策を作ってるんですよね。だから、あの対策といえば若松節郎ということで、まあ、今回も福島フィフティに指名されたんだと思います。まだあの発表が行われていませんけども、もし福島フィフティが作品賞取れなかったらですね、これ審査員は何やってんだと、何を基準で選んだっていうのをちょっと追求したいと思いますね。それぐらいこう確率的に言うと、まあ先ほどのあの、長澤まさみさんの最優秀主演女優賞は、あの予想として 99.9 っていうふうに言って、まあ受賞したわけで、それだけあの一応私なりに分析をしてたわけですけども、この作品賞も、いや福島フィフティ超える作品はないんじゃないかなっていうふうに思います。なんといってもこれ来ました、最優秀作品賞。スワンですか。これはどういうことでしょうか。こういうこと言っちゃっていいのかな。そうです、そうです。今坂上忍が福島フィフティに流れが向いてるって言ってましたけど、これでもどういう評価だったんだろうかな。今もうスタッフロールが流れてるんですが、ちょっと腑に落ちないということですね。いや、長い時間、もう大体2時間近くずっと喋っておりますが、彼にとってはもう、いやーすっごいでっかい賞になっちゃって、これからもうオファー殺到するでしょうね。そんな感じがします。ということでですね、長
まあ、実況という形でお届けしてまいりましたが、残念ながら作品賞、福島シフティ取れなかったんですけども、まあ、長澤まさみさんが最優秀主演女優賞を取ったということで、私としては、まあ、予想といいますか、まあ、これも確実だと思ったんで、その通りになってよかったなと思います。まあ、来年もぜひこういう形でお送りしたいと思っておりますんで、よかったら見ていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。また来年この夜にお会いしましょう。それではまた。